テリー土屋の車の話始まりました。はい、土屋さん、はい、無駄遣いしてましたか？無駄遣いしてません。税金を納めてますね。古い車ばっかり乗ってますから僕。あ、そうか。そう、1985年の車2台でしょ、うん、で90年の車1台でしょ、うん、だから3台分、うん、あ、そうか。新車より高いんだよ、古い車の方が、ね、税金が。これってあれですか、世界中こうなんですか？いや、ドイツとかヨーロッパに行くと古い車を大事に乗ってると無税になるとか税金が、ね、逆ですよね、うん、日本ってなんかさ、車に対するなんかね、そういう優しさないですよね、古い車乗ってる。考え方がおかしいでしょうね、この国は。ねえ、これ政治的な番組ですか、これ。幸せ、車の番組で。ただ言っただけです。あ、言っただけ。あの、今回お二人にですね、うん、何ですか、あの、まあ、車って維持費がかかるものじゃないですか。かかる。なのでお二人、まあ、様々な車に乗られたと思いますが、うん、一番維持費かかったのこの車だったなっていうのを教えてもらおうかななんて。テリーさんは？僕はね、維持していくか、やっぱり燃費が悪かったのは、あのジャガーの WX 、ね、それ1970年とか80年の車でしょ、うん、そうそう、あの12気筒で、あ、もう、ね、めっちゃ壊れる車、壊れなかったんですよ。もう何しろね、あそこで実はすごいなと思ったのは、夏乗れないじゃん、ガソリンタンクが2つあるんですよ。え、いや、な、9個、うん、俺が後ろのトランクの両サイドにある。燃費悪いんだ。こっち側がなくなるとこっち側にチェンジして。燃費悪いんだ。燃費悪いんですよ。で、ね、リッター5ぐらい。え、リッター5？リッター5はいいですよ。いいの？いいですよ。3ですね。3、本当に3。あの頃は夢のような車だったんですよ。3、今はね、今のレーシングカーってスーパー GT、トヨタ、日産、ホンダ、あれだけ全開で走って、昔の鈴木アングリの F1 時代よりも速いのに、うん、リッター2キロ走りますよ。だからそのぐらいですよ、まあ、2、3キロ。ねえねえねえ、それガソリン捨ててるよ。だから東京から僕は鎌倉に家があって、うん、行って、で鎌倉からちょっとあれで三浦半島やって、もう帰ってくる時心配ですもん。あ、やばい。あら、どうしようって。いつもじゃあガソリンスタンドのこと考えながら運転しなきゃいけないです。本当に、ね、それ金捨ててるようなもんよ、毎日。それでさすがにね、もう維持できなかった。土屋さん、僕ですか、うん、僕はね、1990年後半かな、うん、ベントレーターボに乗ってたんですけど、また随分バブルな、本当、ベントレーターボなんかいい車だったよ。ちょっとあの見栄っ張りだったんで、見栄だったですね。みんなこう六本木でブイブイ言わせたんでしょ。それ維持費っていうか、もうそもそもの車体の金額じゃないですか。車体もそうなんだけど、半年で修理代300万超えましたよ。か、何してたの？雨の日、窓が開かなくなる。あ、そういうこと。で、中古車ですよ、うん、で、雨の日は窓が開かなくなる、閉まらなくなる、うん、家帰る、うん、で、室内灯が8個か10個あるんですよ、うん、で、それが6個ぐらいに消えるんですよ、うん、ね、雨だから、ま、雨だから、うん、で、次の日、6個が4個になったんです、室内灯が、うん、で、これはちょっと貧乏くさいな、うん、で、コーンズに持ってった、うん、ね、あ、コーンズで、コーンズで、もう正規で開いてるんです。はい、配線引き直しです、うん、どこが壊れてるか、ショートしてるか分かりません、うん、配線引き直し200万円でした。高ー、嘘、ほんとね、テレビで嘘言ってどうすんの。高ー、また車買える。配線買えただけで200万円よ。で、あの雨の日、窓閉まりません、うん、直しました、うん、80万円です。すごい。もうそれで300万じゃないですか。はい、それで、うん、半年で売っちゃいました。ま、それは売るわ。それは燃費うんぬんじゃなくて。いや、もうすごい車だ。金食い分さ、あのね、本当だ。高級車って古くなると安いんですよ。例えばそれはロールスロイスなんかそうですけど、そうそうそう、当時例えば3000万円とかね、言われてたんですけど、下手すると400万円ぐらいで買えるわけよ、うん、はあ、ロールスライスが400万円って嬉しい。そこに手を出すととんでもないですよね。もちろんもちろん、本当車って金食い虫。いや、そうだね、僕はね、日本の皆さんがね、軽自動車乗る車がよく分かる。よく分かるよね。車のさ、維持費考えなくていいじゃない、軽だと。
本当。でもだからやっぱ高級車ってその本当にだから高級車なんじゃないですか。いやだから高級車はそれだ乗るのも大切ですよ。そうしないとね、日本の経済もあんないしね。やっぱ高級車乗ることによってね、またね、部品パーツの屋さんは儲かるわけだからね。だけどさ、男ってそうやってね、身張りたい時期があるの。なるほど。ね、もうないでしょ、今は。ない。今ないんだよね。今は K で十分。K が最高。うん。まあ、日本いっぱいね。いい車がたくさんありますから。はい。今回はですね、テリーさんが大好きなジムニーです。うん、いいですね。ありがとうございます。テリーさん、ジムニーは1970年に初代が発売されてからもう50年以上も経ってるんですが、現在もモデルチェンジをし続けて販売され続けているこのジムニーの歴史について、現在のジムニーと比べながら教えてください。はい、どこが継承されているのかなどなどお話を聞きたいと思っております。よろしくお願いします。では早速参りましょうか。まずはこちらです。これが初代ジムニーです。初代です。あ、これこれですよ。可愛い、はい、かわいいよね。うん、あ、かわいい。これ1970年ですか。うん、はあ、かわいいな、はい、これどういう車なんですか。そのこれは、まあ、フロントがね、ガラスが倒れるんで、普通立つんです。なんで倒れるの。これ元々はこれ三菱のウィル、三菱ジープってあるじゃないですか。はい、倒すことによって、そこから銃を撃てるんですよ。あ、そういうこと。これってあの1970年にやっぱ本格的な四駆を作ろうということで作った車です。うん、で、この中にはコンパクトなまずボディ、16インチのタイヤ、リジットアクセル、フレーム。四駆ではない。四駆です。で、副変速機もついてる。をこのように出したと。もうこれうちに2台ありました。マジで。これもう僕のところ1970年って僕ちょうど学生時代ですか。はい、僕学生時代これ乗ってました。へー、家で。でこれ3人乗りですよね。なんで3人乗りなんですかね。タイヤ乗ってますね。だからなんであそこになんであそこにタイヤを乗せるんですかね、鈴木は。なんであれおしゃれですか。おかしいでしょ。 なんであそこにタイヤ、人が乗るところにタイヤが乗ってんですよ。まあ、今はもう後ろに乗ってますけどね。はい、この頃の社長はちょっとおかしいんじゃないですかね。遊び心があったのかも。いや、遊び心ありありでしょ、これ。あの、この初代のジムニーと現行のジムニーで、はいはい、何かその受け継がれているところっていうのは何かあるんですか。やっぱりこのフロントから見ていただくと丸い目があるじゃないですか。はいはい、とヘッドランプがちょっと内側に入っている、それとウインカーが独立している、はい、やっぱりこれ仕事で使ってこう現場とか山中入っていくとやっぱりぶつかる時があって、それでもやっぱヘッドランプはやっぱり残したいっていう。あ、なるほど。まあ、そういうことで分離してヘッドランプを真ん中に寄せる、とあと先ほど言ってた大きいタイヤとか、そういうとこ全部継承して、なるほど、今までつながって、今はこういうふうにね、フロントガラスが前へ倒れるっていうのはなかなか強化にならないけども、この当時はねなったんですよね。だから夢が見えた。僕はこの頃あのスキー用のゴーグル、はい、ゴーグルをいつもミラーのところに置いておいて、ゴーグルをして運転してもらって、そうしないと目に虫が入ってくるんで。まるでなんか紅の豚じゃないですか。いやいや、それはまた良かったんで。てかイメージつかないです、ここが倒れるって。ね、風当たりまくりってことですよ。それがまたかっこいいじゃないですか。だってほら、考えてみたらバイクがそうでしょ。そっか、そうですね。バイク感覚で乗れるから、スピードがそんなに出る車じゃなかったんだけど。だけど可愛い。体感速度がすごくて。じゃあ次見てみましょうか。うん、続いて2代目ジムニー、こちらです。こんなのも。はい。こんなのもあったの。これはご存知ですか。あ、もちろん知ってますね。うんうんうん、これを持ってはいらっしゃらなかった。あ、正直言ってこの時にもう後ろにバーがついちゃったんでしょ。バーがついちゃうと、僕個人的には、と思っちゃうんです。バーダメなの。バーはなんか安全じゃない方がいいじゃないですか。何言ってんの。ひっくり返った時にこれだと、あ、ね、首の骨折らないじゃん。そうだけどほらやっぱりない方がなんか良くないですか。いや俺は死にたくないから。あった。あ、だけどこれは2人乗りに割り切っちゃってますよね。まあ、これ時でもありましたよね。後ろシートついてるのもあります。ありました、はい、で350から2代目の時にいろいろ2サイクルから4サイクルに変わったり、AT が出てきたりと。2サイクルから4サイクルに変わるっていうのはどういうふうな利便性があるんですか。そこは排ガスの対応ですね。ここはそうだよね。
そうか、ちょうど、はい、2サイクルだと煙もくもくじゃない。で実は私もね、入社した時に、まあ、友人が2サイクル乗ってまして、うん、あの音をポン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 ってね、そうですあれがあれでまたいいんですよね、あのポン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 音がね、ドドドドポンポンですよね、ポン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 って音がして、今はないですけどね、ね、あの白い煙を吐いてさ、はい、大迷惑だったんだけどそれをまたそれでジムリーらしくてね、うん、だけどこれもまた可愛いですね。これ可愛いですよ。ね、二代目。で二代目がまあかなり直線的なボディをしているということで、うんうん、こいい、まあこういうところが四代目と似ているっていうお客さんもいます。で四代目の時にまた説明させていただきますんで、はいはい、次三代目に行きましょうか。はい、今風ですね。そうですね。なんか綺麗になっちゃいましたね。やっぱ時代がそのようになって3代目がちょうど新規格形ということで形の枠が広がったとき、うんうんね、全長が100ミリでサイドで80ミリぐらいですかね、はい、その時にこれを出した。でその時代がちょうどこの乗用車的なところもやっぱり周りの時代があったっていうのもでこういう形になりました。これはなんか普通になっちゃいましたね、格好がね。でこの3代目 の, あのグリルがあの5つに分割されてますの で、ね、これをちょっとイメージしておいて4代目につながりますので、はい、じゃあ4代目見てみましょうか、はい、ほらなんかかっこいいじゃない、ジープっぽくて、これがもうこれかっこいいじゃん、これが現行ですね、現行です。先ほども申しましたようにあの5つのスロットっていうグリル、はい、あとヘッドランプが丸、はい、でウインカーが外側にあると独立してる、はいはい、これ現行のジムニーってなんかこう初代からのいろんな車のそのいいとこ取りというか、いろんなものが合わさってる感じしますね。これはもうそれこそ鈴木さんはよくこれを踏ん張って、あのそれこそ3代目からまた戻したって感じですよね。そうですね、うん、まあ、4代目はやっぱりですね、3代目があんな形になったもんですから、もう一回あのずっとマイナーチェンジを繰り返すっていうのも一つ、フルモデルチェンジするっていうのも一つということで、いっぱい市場をもう一回あの見に行って話を聞いて、どこがいいどこが悪いっていう話をすべて盛り込んで、で得た結論がやっぱプロの道具だろう、機能だろうと、やっぱりそこに特化しようっていうところに決まったんで、大成功でしたね。で機能を優先にしたデザインをデザイナーがしてくれた。なるほど。これでも僕らから見ると原点に戻ったかなと。はい、本当ですね。ね、原点がやっぱ可愛くてかっこいいじゃない、うんうんうん、でジープって感じで、うん、これもなんかあジープだ、うん、これは可愛いじゃないですか、ね、デザインも。で昔のイメージを少しずつ散りばめながら今風にして、なおかつ機能だぞと、うん、だ機能だから直線的になっていると、うん、2代目っていうのはあくまでもその時のデザインがこれがいいと、うん、今回は機能を優先したデザインをしたから、こういう面の構成なり、うん、あの昔のやっぱこれはこうだよな機能で、こうぶつかってもヘッドランプは作ると、うん、あのドリップレールをつけて、あの、はい、雨の雫が落ちにくくするだとか、はい、まあ、いろんなところで見切りがいいだとか、うん、運転してて、うん、そういうところを全部盛り込んで、結果がこのデザイン。もう特にあれですね、今回の現行ジムになってから女性ファンが増えましたよね。そうですね、可愛いですもんこの感じ。そうなんですよ、はあ、3代目までは正直言って男の車だったと思うんですよね、うん、それが四駆マガジンとか、うん、出てくる車をどっちかカスタムして、うん、ちょっとリフトアップして意外と男っぽい感じがしたんですけども、これになって、うん、あと時代の中でこういうヘビーデューティーな車が女性が好きになってきたっていう、うん、そういうのもあったような気がするんですけども、はい、まあ、それとですね、やっぱり今回はそういうデザインもそうですし、やっぱ安全機能も追加されてて、あの特にこれも地上に見に行った時に感じたこと、あの山の中入るにしても必ず一般道をやっぱ走っていって、最後は山の中の仕事をするとか、だその人たちがやっぱり実際走行するのはオンロードなんですよね。で20年ぶりにモデルチェンジしたっていうことで、やっぱりそこも普通に乗れるレベルにはまず向上させなきゃいけないと、20年分のレベルアップをしようという、まあ、そういうところで、まあ、普通に街中乗っていただいても、まあ、通常の走行ができる、うん、で安全装備もついていると。ミラー見てほしいんですけども、はい、ミラーの下にですね、小さなミラーがありますよね、はい、あれがあることによってフェンダーにミラーをつけなくてよくなったんですよね。そうですね、下を見れるミラーですね。3台目見せてもらえますか、うん、
3代目にほらついてフェンダーにありますよね。あ、フェンダーミラーね。フェンダーミラーはあったんですけども、はい、4代目になるとフェンダーのところのなんかちょっとなんかかっこ悪いでしょ、あれ。かっこ悪い、かっこ悪い。あれがかっこ悪いやつがなくなって、4代目で、すっきりして、うん、ドアミラーのところにつけたっていう。なるほどね。これやっぱりすごい知恵だなと思って、うんうんうん。これ、全然違いますよね、イメージ。そうですね、見た目がすっきり。ね、綺麗だよね、内装がね。これ今のジムニーとシェラの販売の割合はどれぐらいですか、うん、?2から3対1ぐらいですかね。K の方が2から3で、うん、シエラが1ぐらいの比率じゃないかな、まあ、ちょっと生産の台数とかいろいろありますけども、大きさは実はフェンダー以外は変わらないんですよ。そうですね、うん、ですか。バンパーがちょっと違うのと、うん、オーバーフェンダーがついて、うん、でトレッドが外に行ってタイヤサイズが違うと。なるほど、はい、ボディは一緒なんだ。はい、そうなんですよ。だけどなんかオーバーフェンダーつけたら全然なんかゲレンデっぽいじゃないですか。いや、そうなんですよ、ね、でも今それこそ今本当にジムニーにしよう、シエラにしよう、カスタムパーツがね、うん、たくさんあるから、それぞれが楽しんでね、うん、やってるから本当にウキウキするよね、うん、なんかどういう風にしようかなって自分なりのね。どういう風にしますか。いや、やっぱまず色ですかね。あ、色ですか。はい、私はやっぱ色かなって、本当に私ジムニー乗りたいんですよ。乗りたいよね。なんか乗りたいというか買いたい車、結構自分の中でナンバーワンで。ナンバーワン、ありがとうございます。だから今ね、申し込んでもこれ米澤さんどのぐらいですか。一生懸命作ってるんですけど、なかなかお届けできないっていうのが今の状況で、電子部品が入ったことで、まあ、いろんな事情ですね、部品もありますけど、はい、今頼んだもね、変な話、うん、もう年内は難しい、うん、ですよね。じゃあ今回はですね、はい、この現行のジムニー、ジムニーシエラを持ってきていただいているので、うん、はい、見に行きたいと。お、いいですね、思います。はい、車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。